どう？やあみんなこんにちは。突然なんだが、今から私とあっち向いてホイをして遊ぶぞ。この動画を見ている君が指を使って私がどっちを向くかあっち向いてホイをしてみてくれ。行くぞ。準備はいいか？せーの、あっち向いてホイ。ははは、どうだ？あっち向いてホイは楽しかっただろう。ということで今回紹介するキャラクターアニメーター講座は、キャラクターの首をいろんな方向に回す方法だ。あっち向いてホイで視聴者を参加させることができれば、君の動画も人気が出ること間違いなしだ。それじゃあ早速、キャラクターアニメーター講座を始めていくぞ。アクション！さあ、それでは早速、顔の向きを変えるために、まずはキャラクターアニメーターを動かす前に、イラストレーター、もしくはフォトショップのレイヤーの設定だ。これまでのやり方で顔を作っていると思うが、今回はこの顔の上に新規レイヤーを作成していくぞ。そしてこのレイヤーの名前をヘッドにしておいてからプラスマークをつけて独立をさせておくんだ。そしたら元からあったこの頭のレイヤーをこの新規レイヤーの中に入れておくぞ。ヘッドが2つもあるってどういうことだ？と思ったかもしれないが、元のこの正面を向いた顔はプラスマークをつけてフロンタルという風に名前を変えておくぞ。フロンタルは正面という意味だな。ここから面倒だとは思うんだが、上下左右の顔の向きを作っていくぞ。ということで、このフロンタルのレイヤーは複製しておいてから、レフトクォーターという風に名前を変えておこう。ここでは左方向に少し顔を傾けていくぞ。ということで、まずはこのレフトクォーターの中から、それぞれのレイヤーを選択しておいてから、少しだけキャラクターが左を向くように位置をずらしていくぞ。この時注意しておいてもらいたいのが、非表示にしているレイヤーも左方向へと動かしておくということだ。今回は口を非表示にしているので、これを表示しておいてから左へと傾けていく。他のパーツも左へと傾けておいてくれ。そして角とかも左へと傾けていくんだが、こちら側の角は顔の輪郭よりも後ろのところへと配置しておこう。まあ他のレイヤーももう少し左方向へと動かしてもいいな。特に瞳とかはこっちへとずらしておくといいぞ。さあ、これでレフトクォーターをオンオフしながら確認をしてみると、こんな感じで若干キャラクターが左の方向を向くようになるんだ。これからこれをいくつも作っていくぞ。面倒かもしれないが続けていってくれ。レフトクォーターの次はレフトハーフだな。レフトハーフではさっきよりももっと左の方向に顔が傾くようにレイヤー一つ一つを調整していく必要があるぞ。ここら辺のやり方はもう同じことばかりなので省いていくぞ。さあ、ということでキャラクターを一つずつ設定していって全て揃ったとしよう。ここら辺は一つ一つ作っていってくれ。左、ちょい左、上、下、正面、ちょい右、右という感じで顔の向きを設定したレイヤーが全て揃ったぞ。さあ、これで準備は OK。実際この顔を作っていく作業が大変なだけで、後のキャラクターアニメーターでの操作は簡単だから安心しておいてくれ。キャラクターアニメーターに取り込んだファイルはパペットのパネルのところでタグ付けをしていくぞ。まずはヘッドがきちんと顔のところでタグ付けされているかどうかを確認してみよう。そしたらヘッドの中にあるそれぞれのレイヤーをタグ付けしていくんだ。レフトハーフはこの顔だな。ビューでわかりやすくタグ付けできるようになっているから参考にしながら一つずつ調整をしていくんだ。ここは飛ばしていくぞ。さあ、それでは今のところイラストレーターでの設定、そしてキャラクターアニメーターでのタグ付けの設定が終わったぞ。ここまで準備できれば今回も新しいビヘイビアを紹介する。このヘッドのグループに対してビヘイビアのところからヘッドターナーというオプションを選択していくんだ。うまくタグ付けすることができれば、こんな感じでヘッドターナーのそれぞれの向きの隣に1という数字が記載されているはずだ。これはタグ付けされているレイヤーの数だからこれで OK。では早速見てみるぞ。キャラクターアニメーターのカメラオプションをオンにしてみると、こんな感じで味噌汁怪人がいろんな方向を向くようになっている。これがヘッドターナーの持つ力だ。カメラの顔の向きを読み取ってキャラクターの顔も向きを変える。もしカメラを使わずにキャラクターを操作したいときは別の動画で紹介したキーボードトリガーを使っていくといいぞ。今作ったそれぞれの顔の向きのレイヤーをすべてトリガーのパネルへとドラッグ&ドロップするんだ。そしてそれぞれの顔の向きのレイヤーに対してキーボードを指定してあげることによってこのキーを押したときにその指定した方向を向くようになる。念のためキーボードトリガーは旧バージョンのところでも設定しておいてグループ内のその他を表示。というところを押しておくとしっかりと作用するぞ。見てろ。
キャラクターがカメラを使わずともキーボードだけで操作ができるようになった。面白いだろう。もちろん、キーボードトリガーを設定したとしても、カメラで顔の向きは反応するようになっているから安心しておいてくれ。ただ、ここまでやってみて体を作ってみると、なんか顔が浮いてしまっているではないか。これはまずい。こんな時は、この顔のメニューのところから頭の位置の強度という数値を下げることによって頭の位置が動かなくなるぞ。これで頭と体のリンクは完成だ。じゃあ、ということで今回の動画は以上だ。ここまで見てくれてありがとう。最後にもう一度あっち向いてホイをするぞ。負けたら罰ゲームとしてこの講座を SNS でシェアしておいてくれ。それじゃあ行くぞ。準備はいいか？あっち向いてとー。